皆様こんにちは。オーバーウォッチの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうという形ではございますが、まあ、今日も京都でねしっかりパッツリごっつりとやっていきたいなというふうに思っているんですが、まあ、余談ではあるんですけれどもですね、まあ、今多分音はもしかしたら配信というかこの動画の中には入ってないんじゃないかなというふうに思うんですが、空気清浄機をねデスクの近くに置いてるんですよ。でこの空気清浄機がですね自分が座るタイミングで起動するんですよ。まあ、埃が舞ってるならいいんですけども、もしかして自分が悪臭を放っててそれで自動で起動してるのかなとか思って、それだとしたら嫌だなと思って、心当たりは一つ、加齢臭ですよね。まもなくウォッチポイントジブラルターに到着。ウォッチポイントジブラルターについてだけはよくわからないんですよ。いろんな国でやるっていうのはわかるんですけども、これはもう国とかじゃないですよね。オーバーウォッチの元基地みたいな感じで、どこにあるのかすら分かりませんよね。なんかこうなんて言うんでしょうね、無機質と言いますか、まあ、どっかの名もなき島とかを買い取ってこういった施設を作ったんじゃないかなという感じで思うんですが、ザリアを自分で使ってみますかね。ちょっと自信がないですけどもね。とりあえず挨拶をして、これで味方にバリアですよね。で自分もバリアがついて、で近距離武器と遠距離武器と、だからやられそうな味方にきっちりと、おおバリアつけれればいいですよね。あーみんな思い思いの場所だ。防衛用のヒーローじゃないかな、どうなんだろう。おおお、あっち行っちゃった。どうしよう。どうしよう、大丈夫かな。めちゃくちゃ不安ですけどもね。あ、誰かと一緒には必ずいなくちゃいけませんよね。とりあえず攻撃をして、で狙われそうだったら自分にバリアと。おおお、うわー、ちょっと誰かと一緒、常に一緒。まあこのソルジャーの方でいいのかな、ダメかな。あ、間違えた、人違い。とりあえず攻撃を当ててバリア、働けてないな。私はまだ戦える。私はバルハル族のシフだよ、ツフ。しかしすごいですよね、まあ、ザリアめちゃくちゃいい人でアスリートなんですけども、あれ、あんま攻撃されなかった。無理か。おっと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 、無理無理、よかった。突っ込め、マジか、怖い。体力回復、えない、ちょっと、あと40だもんな。おっと、あい、怖いですよ。まとわりつく。俺の目から逃げる。いや無理。待って待って待って。え、バリアは一瞬で消えちゃった。怖すぎますよ。え、なんかあんまりラインは、あー、どうしてもやっぱり突っ込んじゃいますね。ゲイ。まだか。あれ、タクティカルバイザーは誰が、どこで、何を、いつ、どこで。
はいはい、ありがとうございます。まあでもラインは上がってないからいいんじゃないでしょうか。でもあんまりこの攻撃に集中しちゃいけませんよね。いてーよっちょ、無理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 、どこ誰いつちょーい、ちょ俺も回復よかった。まずいまずいまずい、ちょバリアつける人いないよ、いるいないいる、あバリア自分でつけるの忘れてた。バーン、相手の方はすごくあれですね、連携がいいですね。なんか一気に攻め立てる強さを持ってらっしゃいますね。さてどうするか、残り5分もあるという状況でかなりラインが上がっている。敵もかなり固まって動いているので味方と一緒にいたいんですが、いるいるいる、うまくいくとウルトいけるかもしれないですね。でどこどこどこ、あれか8パワーだもんな。無理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 、素晴らしいな。バレてましたね。負けは認めない、負けは認めない、いいですね、さすがアマドネス系ですよね。誰も死なせない、死にます。狙われてる人をねきっちり守るっていう、こういうことはしっかりやりたいですよね。 あの方とかね、例えばちょいいなくなった。ごめん、あっぷね、やべえ、無理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 、ケツに何かを、やべえ、ラインがどんどん、みんなどこ、一緒に戦いたい、違う、俺を回復じゃなくて誰か、ちょっと前線を、え、みんなはどこにいるの、一緒にどう戦えばいいの、いた、無理、ありがたい、あ、いるわ味方、いてー、特撮天使、無理だわ、なるほど、難しいですね。ただまあこれザリアは全然チョイスとしては悪くないんじゃないかなと思いますけども、あの全く動かせてないのが問題ですね。俺の目が逃げる、たたたた、マジ負けんのこれ、マジか、なるほど、やっぱりバリアでしっかりと相手の攻撃を受け止めた状態じゃないと継続は力ないいけませんね、攻撃力が足りてないな。グラビトンサージ行けるよ、前線が、あ、いた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 、バリアバリア、やばいやばいやばい、全然ダメだったな、はやっ、やばいやばいやばい、タイマンで勝てないよ、あー、
回復もされてるし、そしてロケットも食らって、まあでも逆に言うとそこまでされないとっていう感じですからね。相手の方15連続切るってことがやっぱうまいんだな。いってー、なんでなんだろう。バリアを1回して攻撃を受け止めてる後なはずなんですけども、でもやっぱ火力が足りないな。ペイロードを止めよう。またかこれ。また回復取られてる。ダメだ、深追いしちゃダメだ。もうまずいまずいまずい。マジかー、いいんですかい。ちょ、誰かにバリアもつけないといけないし、自分もつけないといけないし、回復もしてもらわないといけないし、どうしよう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 。おい、どこ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 、しゃ、アキミ準備完了。で、まずいまずいまずい。俺の目から逃げる。まずい。無理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 。バリアも打てない。やーば、ウルト打った方がいいのかな。ちょか、あ、ちょバリアつけたいつけたい。やべえ、かく乱されてるよ。怖え、うますぎる。ありがとうございます。いや残り40秒でしょ、ウルトないんすよね。ちょっと撃つべきじゃなかったかな。いてっ、これは死んだか。早くやられてくれ。OK、回復してくださってる。マーシーの方がすげえありがたいですね。これ10秒、俺はこっちいた方がいいな。さあきつい、ここですよ。皆さんのウルトがどうなのかな。とーっと、いてー、うーん、これマーシーの方ほんとうまいぞ。こい、よっしゃ。いや、これはもう自分は本当にお荷物でしたね。あ、怒ってる怒ってる相手の方。いやー、それでも勝たせてくれた味方の方々に感謝でございます。あ、腰痛が。ラインアウト、この衣装人気ありますね。さあこれはまずはやっぱり自分からやられていくっていうね、このプレイオブザゲーム男優の自分がね、常にここにやられ役としているっていうね、これ素晴らしいですよね。あ、じゃないや。そうそう、何があってもやっぱりこのマーシーの方には入れたかったんですよね。うますぎた。この人が順番に体力減ってる人を回復させてましたし、あの生き返らせのタイミングも抜群でしたね。いや、途中でザリア変えようかすごい悩みましたけど、押し通してよかったですわ。変に戦列が乱れるよりいいのかなっていう気がしましたね。もう一戦いきましょう。今防衛だったから次は攻撃か。ザリア行きますか。せっかくザリアやってますからね。多分動画で使うの初めてですよね。しかも多分攻撃側の方が生きるヒーローなんじゃないかなって気がしますよね。いやー、でもザリア難しいな。
深追いをしがちな自分の性格からしたらやっぱりあんまり向いてませんよね。みんなと足並みを揃えて自分の周りに味方を置いて攻めさせる、で危なそうなら助けるっていうねところができたらいいですよね。でもジャンクラットのウルトとかをうまく避けれたのはアドリブながら良かったかなと思いました。そう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 、レベルがなかなか高いです。いやーでも一番高いの自分か、あまりにも責任重大だな、ちょっと怖いですね。仲間がいれば百人力だ。とりあえずスタンプをね。そういえば攻撃の命中率ってあるじゃないですか。あれこれも聞いたことありましたっけ。これってこういうところで例えばブーンとかブーンとかやったのも含まれちゃうんですかね。これも敵には当たってないじゃないですか。そう考えるともったいないですよね。あれでもこのザリアの標準ってちょっと分かりづらい。あ、もしかしたらこのゼロっていうのが相手の攻撃を受け止めてそれで攻撃力が上げた時に数値が増えていくのかもしれませんね。あ、そういうのか。全然気にしたことなかったな。ちょっとね、ザリア、まあでもザリア、まあ可愛いですからね、女の子ですから。ではではでは、あ、でもタンクが2枚いるのか。はい、いっか。どうしよっかな。タレット破壊したいんだけど。で、相手の方でもザリアがいると上に登りたいな。でタレットを壊しに行きたいです。おっと人がいる。あ、味方か。痛い痛い痛い。ちょ待って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 、よし、オッケー。えっ、超ただの散歩だったんだけど。よかった働いた。ゴリラの足音もするぞ。いる？いないか。あれ攻撃当ててないのに相手がやられてる。たたたた。ちょっと回復をねいただいていきますよ。ドドリアスさんと思ったら誰かに回復してもらってた。あー、これだ。ベイロードが攻めます。あれめっちゃライン上げてるな。そうですよね、ベイロードも近くにいないと。え、味方が上手すぎる。ちょっと待って、どうした味方の方。あー、やばい、援護同士。ちょ待って、味方がうますぎる。どうした自分何もしてないのに。あーべ、すいません、何もしてなくて。ほら、こうやってイノシシ武者をしてごめんなさいをしてるのに。あれでもまだ攻撃力上がってないんですよね。なんかいつもよりも火力があるような気がするな。しゃい、ててててて。分かってるんですよ、パッシブがあるのは。でもなんかそのまあ死にますよね。分かってる。過去避けれるとは言っていない。運がいいですね。俺は早いの。俺はうますぎる。うますぎるでしょ今の。エイムがうますぎる。
これ一緒に倒しますか。ちょっと深掘りした、まあいいか。お願いします。前進めます。いてててててて、あ、帰ってきちゃったんだ。今バリアをつけたのを見たから、なるほどなるほど、帰ってきたんですね。これ読み負けでございますな。ウルトいつ打てばいいんだろうな。一応教えとくか。これに答えてくれる人がいたら合わせてくれるかもしれないな。おおお、なるほど、みんな合わせてくれるっぽいな。アルトに気をつけろ。よいしょ。打ち方始め。マジか。やばいやばい、何が起きてんだこれ。何が起きてる、合ってるのか、どうなんだ。ええ、やばい。いやー、もう何が起きてたか分かんなかったな。ただやっぱりあの知らせたらウルト合わせてくれるとか言って、やっぱパーティーが有能すぎるな。やばい、どうしてバリアっても攻撃しちゃうな。おっと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 、よいしょ。プロテイン飲んでるでしょ。だいって危ねー。え、うますぎるんだけど味方が。何これ、自分が上手くなった錯覚を覚えますわ。さすがにもうやってはいますから。あ、やりすぎたやりすぎましたとりあえずタレットだけ壊したいなっていう気持ちがあったんですが、モルテンコア音色が聞こえませんでしたね。残り5分で、あの距離でしたらウルトの合わせでいけるでしょう。まあ、とはいえね、俺は別にウルトもないので、ここだ。シャッ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 シャーへジャンピングしねしね、やめてほしいなチリますね。でもこれですね、変な話なんですけども、まあ、個人的な考えですが、まとめてやっつけられた方が、まとめてね進行できますからね、それはいいのかなって。おっと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 、横ですよ、いましたね。さすがに、いててっち、うおー、タイマン、あー、2人になっちゃった。あ、味方来てくれた。どこだ。もういいや、イチャイチャすぎた。そういうヒーローじゃないですからね。いた、ダメだ、頭がいろんなことに応用が来ませんね。たたたたたた、回復してからバリア張っていきたいな。え、ちょ、てて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 、いって、無理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 。これは早い。回復を。よし。いたたった。そう。普通
ついですよ。いって無理。超熱戦だな。なんだこれ。方がうまい。アリアンス。ゴールデンコアはまずいですよ。あれ、バリア張れなかったか。ちょっと時間間に合ってなかったですね。ザリアはちゃんと遠距離武器もあるから、遠距離からしっかりと撃ってったりしなくちゃいけませんよね。素晴らしい。あ、でもこの距離はいいぞ。味方も敵もいっぱいいるからな。素晴らしいな、みんな。ててマジかだからジャンピングしてですね、やめて。マジで絵面がウケるんで。やったー、ありがとうっていうのはこっちのセリフですよ。みんなうますぎる。いやー、ちょっとこれはやはりね、一朝一夕には使いこなせないヒーローなのかなというところではありつつ、楽しませていただきました。素晴らしいですね。相手の方もですね、上手い方もかなり多くて、ただ味方が上手すぎたな。タレットの脅威を感じなかったってことは、見えないところでタレットを潰してくれてたというところでしょうかね。さあ味方はここに入れる感じでしょうかね。涙が出るほど嬉しいぜ。ジャンクラットはね、結構愛されキャラですよね。いや、すごいな。なんかおこぼれをいただいた感がすごかったですね。いや、まあでもザリアもまあ一応使えるようには、ヒーローとしては超強いですからね、知っていきたいなというふうに思っております。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。